小さいからってなめな。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ただいまより先生の支援を担当します。ミレニアム学園、本の中の物語のように。自警団任務の延長ですね。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。最高のご奉仕を受け、自警団任務の延長ですね。試練が怖いとき、説明や解説が必要。ごきげんよう。あ、小さいからって舐めないで。ごきげんよう。あ、美食研究会へようこそ。究極の味を求めて共に冒険に出かけましょうか。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹あえて嬉しい。先生、ミレニアムの力を先生に見せてあげる。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。